これがアバネロとジョロキアをこう見るで種まで止まらなくしたんですよ。どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、神奈川県鎌倉市にありますラーメン屋さん一肝心さんにやってまいりました。つけ麺、そしてね、豆乳を使ったラーメンが美味しいということで評判のお店なんですけれども、もう店内のもね、見渡す限りちょっとおしゃれな感じで、とてもラーメン屋さんとは思えないぐらい、おしゃれな店内で、結構ね、女性とかでも入りやすそうな店内の雰囲気でございます。で、なんとですね、こちらに激辛メニューがあるということで今回やっていくんですけれども、なんかね、ちょっといろいろあるんですけども、青唐つけ麺とかハバネロつけ麺とかあるんですけども、今回ね、このハバネロつけ麺挑戦していきたいと思います。でね、これ辛さレベルが選べるらしくてですね、なんとですね、まあ、これね、普段はやってないんですけれど もう常連さん向けにですね、裏メニューとして超激辛があるそうなんで、はい、その裏メニューの辛さに挑戦していきたいかなと思います。一応ね、使っている唐辛子としてはですね、過去に世界一辛い唐辛子としてギネス登録されたハバネロと あとジョロキア、この2つを使っているということで、とんでもない辛さだということで、今日もケツから火をつける思いでやっていきましょう。それではメニューを待ちましょう。あちょ、これがハバネロとジョロキアをこう見ると種まで止まらなくしたんですけど、へぇ、血は辛いですね。これなんかサルサソースみたいな。そうですね。あの、結構お酢とか、あと柚子とか、まあ、それ柑橘もちょっと入ってますね。はい、来ました。こちらが、ハバネロつけ麺、辛さ、こう裏メニューね、ちょっと辛さのレベルがちょっと分かんないですけれども、はい、裏メニューの辛さということで、この麺がね、ちょっと強烈な刺激臭がしますけれども、見た目はね、非常にこのちょっと爽やかな見た目で非常に美味しそうですけれども、じゃあ早速いきましょう。いただきます。さあ、ハバネロつけ麺お手並み拝見ですよ。ということで、どうしようかな。ちょっとまずじゃあこっちのつけ麺のスープからいこうかな。美味しそうなのこれ。うん、あー、いい香り。じゃあいきます。いただきます。あー、美味しいな、このスープ。これね、つけ麺のこのスープのベースはこれ醤油ベースということで、うまいな。スープは別にそんな辛くないですけども、この麺にね、このジョロキアとハバネロが足されているところで、これやばいんですよ。匂いがもうすごい。じゃあちょっと麺だけいってみましょうか。いただきます。やばいね。あ、すごい強烈な辛みがします。ちょっとこっちにつけて、これは辛い。強烈。これ辛い。これちょっとつけ麺のスープにこの麺を浸したら、ちょっとこう辛さが和らぐかなと思ったら、あかん、これ辛いわ。うわぁ、強烈。しかしこのつけ麺のスープがうまいですね。
これ辛い。ハバネロの何だよこれ、この麺にはねちょっと強烈な辛みとちょっと、ね、若干この酸味がするんだよね。麺だけ食べるとちょっとイタリアンテイストなつけ麺になるんですけども、辛い麺がここに入ったことによってね、もともと全然全く辛くなかったこのスープが悪魔と化しています。ああ、ちょっと口の中はね、地獄よ。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。一肝心さんのハバネロつけ麺辛さ、裏メニューの超激辛辛さレベルジャダダダジャン辛さレベル 8.5 です。はい、いやもうね、ハバネロとジョロキアを使ったねこの辛みはねとんでもなく本当に刺激的だったんですけども、麺だけすすったらねこれはちょっと殺人的な感じですけども、唯一救いだったのがこのスープね、つけ麺のスープが、これね非常にこう美味しくてね、まあ、その辛みをちょっとだけねこう落ち着かせてくれるメニューかなと思います。激辛つけ麺屋さんじゃないんでね、まあ冒頭もにも申した通りね、このつけ麺と豆乳を使ったねラーメンつけ麺が、美味しいということで人気メニューということで、ね、ぜひぜひこっちの方食べてみてください。こちらの一肝心さんではですね、まあちょっと唐辛子を自家栽培してるということで、こういった、香辛料ハバネロとジョロキアですね、これ使った香辛料を販売してます。これね一応、1本
1本800円、中身だけだと600円、はい、してますんで、まあ、ちょっとつけ麺食べに行った際にはですね、こっちだったらお土産がてらこれ買ってみてもいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々更新してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。あちょー。